持久力はないけれど初速スピードは速いのんちゃんです。今日起き方忘れましたもん。一回本気で考えた。どうやって起きるんだっけこれ。寒すぎて起きられない、起きられないと思って、絶対に起きたくないって思ったの。絶対に嫌と思って、絶対に嫌なの、もうとにかく嫌みたいな。そう、だから何回もアラーム鳴ってて、で止めちゃうと寝過ごしちゃうじゃないですか。だから遠くに置くんです。絶対にこうベッドから出ないと止められない位置に置いてるんですけど、何回も戻りました。意味ない意味ない。全然意味ないと思いながら、でもこんな寒いの無理と思って、どうやって起きたらいいんだろう、しかも真っ暗だし耐えると思いながら頑張って起きましたけど、なんかね、辛い季節ですね。いやーもう膝もいたわってね、いやもうフラグ立てないように、だから必死ですよ、頑張りました。もう眠い目こすりながらね。いやでも起きづらくはなっている、確実に。なのでみんな温めてね、やっぱり温めるのが一番だなと思うの、ちょっと着すぎくらいが一番いいなって思うので、暖かくして過ごしてください。はい、さあということで、寒さにも負けずね、頑張りましょう。仲良くしたいんですけれども、ちょっとやらなければならないこと、日々はねたくさんありますし、日々日常はね進んでいっていますので、ちょっとねもう社会の一員として動かねばならぬということで動いていきたいと思います。でも話してるとどんどんポカポカしました。裏ではもう一枚着てたんですよ、寒くて。話し始めると暖かくなりますので、みんなもね動いてみてください。うん、そうそう、エンジンかけてこうって言われるので、やっぱエンジンかかるとね温まる。そう、かかると早いから初速は出んのよ。持久力はあんまないかもしれないんですけど、初速スピードだけは速い。うーんってね温まりますので任せて。あとは持久頑張ってね、こうコントロールして。え、話していいの？一番、こう、車に、速い？こう、何周も走って、一番速く走れるのは、その、急ブレーキ、急ハンドルとかで、キーンって回ると、速くは見えるんだけども、トータルで見ると、速くない。一番いいの、こう、滑らかに進んでいくのが、速いそうです。そう、結果的に見ると、それが一番速いって、何回も何回も力説されるんです、父に。そんな、いいお父さんの日、今日ですね。いや、そうですね、ブレーキ踏みながら、こう、父の教えもね、こう、私はレースしないので、あまりこう身に染みないんですけれども、そう、人生の教訓として、滑らかにしなやかにね、いいお父さんの日ということで、父の言葉をねいただいて、それを人生に生かしていきたいなと思います。なので持久力大事だなと思いますね。はい、はい、滑らかに、そうだからここからあと2時間も残ってるので滑らかにお送りしていきたいなと思います。